はい、えー、カバー中国のカッパー園長でーす。じゃあ今度は海外の人たちがね、えー、この中国に対して、海外の人ですよ。日本の人じゃないです。海外から中国は日本を避難する前に自国、ね、自分たちの国中国の心配をした方がいい。そんな声が上がって話題になってたんで。まあ、どちらかというとこの反応を見ると、この日本と中国のこのいざこざを面白がってるようにも見えなくもないんですけどもね、海外の人たちはね。 えーとこの処理水、えー、海外放出放出、えー、海洋放出についてですね、えーまあ、飲んでみて、これは中国が日本の麻生太郎副総理に対して言った言葉だと、で麻生氏が、ね、損傷した福島第一原発に貯蔵されている放射能、汚染水、を処理した後の水は飲んでも問題ないといったことに対して、えー、こう言い返したらしいよと、まあ、これ、中国の報道官のことですね。うん えーと東京新聞の記事、ちょっと見ていきましょうか、えー、と中国外務省の、えー、超副報道局長ですね、このいつもの人、ねうんが、14日の定例記者会見で、東京電力福島第一原発処理水について、飲めるというなら飲んでみせてほしいと述べたで、麻生太郎財務省の飲んでもなんてことはないとの発言を踏まえ、海洋放出の方針決定を改めて非難した。 でこの副報道局長、長さんは、えー、太平洋は日本の下水道でのなどではないと非難、えー、お隣のお大統領が、えー、国際海洋法裁判所への提訴検討を、えー、指示したことにも、えー、日本が国際社会の懸念を重視することを希望すると述べたそうでで、えー、麻生氏は13日海洋放出の方針決定に関してもうちょっと早くやったらと思っていた、えー、飲んでもなんてことはないそうだと発言していたとうん さて、じゃあ、このやりとりを海外の人たちが見て、えー、こんな風に言ってました。えー、最初の人が、麻生さんもさ、はったりかましてないで実際にやってみりゃいいじゃん。80なら後々の体の心配するような年でもなくないみたいな。<laughs> 麻生氏は日本人だぞ。まだまだ人生40年残っている。えー、次の人も、たとえ本当に処理水飲んだって、中国がその事実を真面目に捉えるわけがないだろう。日本のことに関してはとにかく信用してないって言いたいんだよ。 で中国にだって石炭火力発電で出た灰があるだろう。石炭灰って、えー、放射性物質含まれてるらしいじゃん。えー、それなのに、まあ明日には消えるしさって感じで大気中に放出してるんだぞ。 で、それに対して、それなんだよね。そうやって汚染された空気が隣にまで流れてくるから、僕たちはマスクして過ごしてるんだよ。これはまあ、お隣の人が言ってるのかな、えー。日本は中国避難してもいいけど、中国が日本を悪く言うのはダメってことか。それだったら何やっても自分たちの嫌いな国がしてることと同じだろうっていう国ばっかりになるぞ。 で、次の人、中国のお隣さんって大変なんだな <laughs>、ね。中国に限らずですけどね、日本はもう隣国に恵まれてませんので、まあもう言ってもしゃあないんですけど。で、えー、中国側には麻生さんの立場を弱くしてやろうっていう意図があるような気がするんだけど、 で次が、日本のことだからマジで処理水飲むところ撮影して世界中で放送することができるだろう。実際2011年に福島の汚染水を浄化したものを飲んでたよな。中国の連中は自分たちが誰を相手に話してるか分かっていないんだよ。えー、まあ、確かにそんなことありましたっけね。うん。 ええとね、これ覚えてる人もいると思うんですけど、この2011年のね、10月31日の記事からなんですよね。あの、この福島第一原発のね、この低濃度汚染水を浄化した水を飲み干す当時のね、この園田内閣府政務官、えー、彼のこの安全性をアピールしたこのパフォーマンスのことを多分言ってると思うんですよね。うん で、えー、次の人が、本当中国と日本のいざこざっていつ見ても面白いねと、まあ他人事で笑ってられる人も中にはいるのかな。で、えー、海水飲むよりは安全なんだけどね、地球上には大量の海水あるわけでしょ、みんなその水いちいち警戒してるのかとか、まあ、中国の水道水以外なら体に害はないだろうとか。<laughs> えー、安全性に問題がない水ならどうして日本の人たちは農作物にこの水を使わないの水を運ぶものにお金をたくさん使いたくないからでしょで。次の人、俺ならじゃあオタクのウイルスに感染してみてって言い返すな。ああ、いいですね、えー。でもさ、この地域の漁業で生計立ててる人たちはどうなるのこれから先30年40年と放水した場所や福島県近くで採れた海産物消費する人のことを考えてるの で次の人、えー、菅首相に飲んでみてって言えばいいんじゃないの。ワクチン接種してただろう。えー、どんなに有害なものでも防げるんだろうからさ。<laughs> これほとんどの人がコメントしてるのはお隣の人かな。えー、麻生さんも分かったトースト食べながら飲むことにするよ。君は中国の水道水飲むんだよなって答えればすぐにだ、ま、黙らせられるだろうよ。本 <laughs> 当、えー、に放射能で汚染された水なのかな えー、次の人が放射性物質は含まれている。ただ現実的に言うとその水を摂取したからといってトリチウム濃度が致死量に達することはまずないんだよね。で次の人何を言ったかっていうのは問題じゃない、えー。日本が実際にどう動いたかそこに注目しなきゃいけないんだと。まあ、内容的にはねこのコメントにね、えー、特に何かこう重要なことは何も書かれているわけがないんですけども。うん まあ中国の矛先を日本に向けることには成功したんじゃないんですかね。<laughs> ねまあ処理水の、ね、こと心配している、ふりしているね、ね、えー、そんなコメントし,、えー、した人もね、えー、コメンター、個体もいるんですけども、それだったら自国や周辺国のことが心配になるはずなのに、そういうコメントは一切ないのはなんでなんですかね。うん で、まあ、実際に飲んだら飲んだで、偽物だとかね、えー。飲まないと断言すると、ほらやっぱり飲めないんじゃないか。えー、こんなもんでしょ想像できるね。リアクションとしては。まあ、処理水の安全性はすでに認められているんでね、ね、えー、彼らのね、嫌がらせを無視するだけで、ね、こちら側が特にね、何もする必要はないですよ。やることをやった上でのその結果じゃないですか。うん。まあ、でもどうだろうな。うん。まあ、 あまりだからといって、やたらめったらこの中国を挑発する、ねそういうのは日本,日本のやり方とはちょっと違うじゃないですか。うん、だから、まあ例えば日本だってね、ね、えー、なんかウイグルみたいな、あまあ、ウイグルの二の舞っていうとちょっと違うんですけども、ねまあ、実際、この尖閣ね、ね攻め込まれているわけで。うん だからってね、中国相手にね、うん、なんか無難な対応、ね、えー、なんか可もなく不可もなくみたいな、ね黙ってんのと一緒じゃないですか。いや、黙ってるよりも立ち悪いですね、それじゃあね。うん、だからまあ、挑発はね避けた方がいいと思いますけど、言うべきことは言わなきゃダメですよね。うん、だからそれこそね自分の身を守るためにですよ。うん だからまあその日本国内にもあまりこの中国を刺激するとね、えー、ウイグルやチベットみたいにされるからみたいなそんなこと言う人いるんですけどね違う違う逆ですよ <laughs> 言わないからされるんですよ、うん、まあ、だからねからそれを言うんだったらいつ香港みたいなことになるかわかんないから今のうちにね、うん、あのー、目をつんでおかないとダメなんじゃないですかね、うん、やることをやりね言うべき時に言うべきことを言わなかったから やるべき時にやるべきことをやらなかったから今こうなってるんですからね。うん、だってね、うん、この間も言いましたけど、あの天安門の時のね、うん、日本は本当最悪でしたよね、うん。日本のせいでうやむやにされちゃったようなもんですから。 うん。あれを繰り返しちゃダメなんですけど、ちょっと今の日本政府、いや別にこれね、菅政権、菅総理、えー、だけをなんか、ああでもない、こうでもない言うつもりはないですよ。ね。日本全体の日本の政界とか財界とか、ね。日本のこの一部界隈いますよね。うん。中国にもうこびこびの人たち。ああいう人たちのせいで、ね。うん。だからこれは企業とかも関わってきますからね。うん。でもまず安保じゃないですか。ね。 うん、と思いますけどもね。だって飲めるんなら飲んでみてね、<laughs> もうその次元にね、うん、わざわざこうね、付き合ってやる必要もないんですけども、じゃあこのね、超報道、副報道官か、ね副報道局長ですか、ね、じゃあ中国、自国のね中国の原発処理水を飲んでから言ってみてくださいよと。 うんまあ、だって中国はすべてにおいて、ね、信用ならない国だから、ね、だって中国の人が一番中国の企業とか、ね、あー自治体とか政府を信用してないって言いますもんね随分前から、うんまあ、おそらく、ね、これを言ったら飲めないんでしょうけどもねじゃあ日本が先にとかそんな話が続くのかな知りませんけども。 あんまりね、中国は中国で、ね、この生きって大きなことをね、うん、でかい声で、うん、なんか言わない方がいいと思いますけども、も言わざるを得ないのかもしれないですけどもね、うん、まあ、このそろそろこの処理水問題の話もね、うん、なんかこう、違う話をしたいんですよ、僕個人的には。<laughs> でもこの記事、こういうニュースばっかり上がってくるんで、ね、お伝えせざるを得ないんですけども、まあ、この処理水はね、うん、やっぱり拡散ね、ね、えー、どんどんこのね、 薄まってていいいくく希釈されていくじゃないですかねでもこの埋め立てた海は害を及ぼし続けるしね例えばこのね武漢肺炎でね亡くなった人はね二度と生き返ることは当然ありませんよね。何かっていうとこの取り返しのつかないことをね散々やってきてね今もやり続けている中国政府の言葉に説得力はないですよね。うん 個人的にはね、もう中国人民、ね一般の中国の人たちが総出でね、もう武漢肺炎のね、このウイルスのフィルターにでもなってもらいたいぐらいですよ。ね、その上で世界に謝罪と賠償をすべきですよね、中国共産党は。うん。賠償金額、どれぐらいの数字になるんですかね。うん。とりあえずね、え億なんていう単位じゃ、まず収まらないですよね。うん。ということで、今回は以上です。ありがとうございました。ではまたごきげんよう。